だるまさんはこの国の貴重な財産。どうも、鳥の爪団総統です。プレミア公開にお越しの皆さん、こんばんは。ホラーゲーム企画特別編、これまで実況してきたホラーゲームの中から今夜は VR だるまさんが転んだを一挙放送でお届けします。プレミア公開では生放送のようにリアルタイムでチャットができるので、チャットで意見交換しながら皆さんで一緒に絶叫していきましょう。動画は全部で4本ですね。ということで早速スタートしていきたいところなんですが、その前に1点だけお願いがあります。この動画を少しでもいいなって思ったら、グッドボタンだけでもしてもらえると非常に嬉しいです。コメントはすべてもちろん見てるんですけども、コメントを書くのって少し恥ずかしかったり面倒だったりしますよね。ちょっとハードルの方が高いと思いますので、グッドボタンだけでもしてもらえると励みになります。まあ、たまに勘違いされてる方がいらっしゃるんですけども、もちろん強制ではありません。余裕のある方は軽くスクロールしてポチッと押していただけると助かります。それではマナーを守って怖いだるまさんの世界を一緒に共有していきましょう。鳥爪。どうも、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画カラスの爪第205弾はこちら、ホラーセンスだるまさんが転んだ。ちょっと滑ってんだよな。いやー、プレイステーション VR のホラーゲームなんですけども、日本産のものということでちょっと珍しいですよね。やっていきたいと思います。いや、怖っ。もうすでに怖いんだけど、VR ならでは感がすごいな。はじめの遊戯、24時11分。これからやっていく感じかな。すげえ曇るわ。もう相変わらずこの実写でやってる時は、装備してるもの、いや、装備じゃないんだけど、ちょっと顔が変形してるからね。曇るんだわ、すごい。頑張っていきましょう。いやー、ちょっと和物やばそうだな VR。 ここがケンタが言ってた噂の小学校。君も試しにバッチリだぜ。変なことが起こったって言うしね。入れるのかしら。あ、開いた。おお、懐かしいなマリー。うん、ほんと結構暗いね。怖いって抱きつくなよ。抱きついちゃうかな。俺も抱きついちゃう。怖くない？誰かいる？遊んでよ。遊んでよって言ってる。何？谷間がすごい。さっき簡単に会いたいよ。子供の声が聞こえない？どうなってんだよ。聞こえた。開かなくなった？光栄テクモだから結構キャラが可愛いじゃねえか、この野郎。誰かいる。君、何してるの？こんばんは。子供がいるの？あの噂、やばいよ。行くなよ。あ、だるまさんが転んだしてるよ。だるまさんって。あっ！くそ。おい！開幕からこうしたかよ。勘弁してくれ。行こうぜ。うわ、待って、やっぱり私も行く。登場人物は女の子が2人、大丈夫、男の子が2人、一緒に来てね。で、俺かな。丸ボタンを押すと前進します。なるほど、これでだるまさんが転んだしてくんだよな、多分。おい、怖っ。あ、止まるね、止まる止まる。あ、トロフィーゲット。ゆっくりゆっくり行こう。な、何やってんだよ。まあ、最初だからチュートリアルだろうしな。どうしたんだ。うわ、しっかりしろ。緊張すんなこれは。さゆり、マジかよ。死んでる。お、死んでる。そりゃそうなるわ。遊んでよ。遊んでよ。ねえ、遊んでよ。嘘だろ。あ、いるぞ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 、奥に。なんだよあれ。やめろ。おい待て、黙れって。なるほどね、動いたら死ぬわけだよな。あ、やばいね。そうなるわな、そうなるわ、そうなるわ。 OK、 ルールは簡単。だるまさんが転んだだ、やるしかねえ。だよな、そうだよな。いけるか。少女のところへたどり着け。了解だ。行くぞ。見られてる間は進んではいけない。了解だ。いいね、優しい。
チュートリアルが多めだ。ただし首は動かしても構わない。なるほどなるほど、演出はしっかり見よう。了解だ。おう、余裕持って止まります。すごいな、コウモリ。ねえ、聞こえてるの？聞こえてるよ。行くよ。はい。だるまさんが転んだ。止まります。怖っ。シンプルがゆえに怖い。おお、なんだ、なん。オッケーオッケー、ちょっと早めに止まるよ。安全第一。だるまさんが転んだ。おお、フェイントみてえのかけてくんな、怖えな。どうしたの？結構チキンプレイだけど大丈夫なのかな。だるまさんが転んだ。怖い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 、わ、もうこんな状況ですぐには進めねえよ。チキンプレイになるわ。だるまさんが転んだ。よしよしよし、攻めたぞ攻めたぞ、今の回攻めた。どうしたの？なんだ。だるまさんが転んだ。危ない危ないね、危ないね。だよな。まだいけるか。だるまさんが転んだ。なんだなんだ、何回いる、何回。大丈夫、丸さえ押さなければ大丈夫。もっともっともっとやろうよ、もっとやろうよ。延長戦。オッケーオッケー、大丈夫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 。いける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 。惑わされんな。怖いな怖いな。おおお、行くぞ行くぞ行くぞ。惑わされるな。怖っ、なにこれ。だるまさんが転んだ。なんかいる、なんか気持ちはムカデ。早く続きやろうよ。オッケー、分かった、ごめんな。続きやろう。だるまさんが転んだ。うわ、なんかいる、プルプルしてるよ。止まっててもこれじゃねえか。もう待てない。分かった。一回でもお手つきしたらアウト。了解了解了解。慎重に行くぞ、慎重に行くぞ。やばい、危ない、目がやばいな。もうだるまさんじゃない、だるまさんじゃない、何か。おお、もう全然動けない。首が強制的に動く。静かになるな、帰って。やだやだやだ、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、いけるか。うん、おおおおおおお。ねえ、次は僕と遊んでよ。別の子だ。通知表、すげえこういう形なんだ。いやでもだいぶ止まっちゃったな。仲良く遊べましたね。次は彼と一緒に遊びましょう。遊んだ時間2分30秒、お手つき回数0回。綴られた記憶、なんだ綴られた記憶、なんか集める要素かな。淡々と進められていましたね。そうでもねえよ、めちゃめちゃ叫んでたよ。割とホラーが得意な方なのでは。あ、それはよく分かってんな。鋼鉄の心臓だねこれ、リュフカルマじゃん。オッケー、じゃあ丸を押していきましょう。わ、すげえ。何この廃校、やばすぎるだろう。
で、次のステージが出たのかな。一回タイトル画面に戻って、あー本当だ、行方不明の男の子出てますね。続きの勇気、うわー続けたくねー、こんなに続けたくないホラゲあんまないなということで、続けたくないので続きはまた次回やっていきたいと思います。まあ、続けるんだけどな、続けるけど次回やっていきたいと思います。ということで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。どっちのカメラ、こっちはい、ということでパート1でした。続いてパート2になります。プレミア公開では生放送のようにリアルタイムでチャットができるので、チャットで意見交換しながら見てみてくださいね。また動画の概要欄に再生リストをまとめています。後日改めて見たい方はそちらもご利用ください。それでは引き続きご覧ください。だるまさんがコロンビア。どうもー、鳥の爪団総統です。今回もホラーセンスだるまさんが転んだ続きの方やっていきたいと思います。前回は初めの遊戯の方をクリアしましたね。女の子とだるまさんが転んだしましたけども、最後に出てきたのが男の子ということで、続きの遊戯やっていきましょう。スタート。いやもうやっぱすごいなこれ VR、 毎回毎回感動してる気がするけども。先生、もともと教え子だったのかな、なんかね。あの子だけが。先生、ねえ先生、一緒に遊ぼうよこっちこっち、次は先生の番だよ。先生、先生。おお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 、すげえすげえ。どうしたどうしたどうした、どうしたの？うるさ。先生。ああ、なるほどね。何して遊ぶの？そうね。じゃあ。おお。怖。だるまさんが転んだしましょうってことね。丸ボタンを押すと前進します。まあ、前回と一緒ですね。よし、行くぞ。まあなんかその先生がおそらく、うわっ、怖っ、女子便所って書いてあるけど、先生がおそらく殺しちゃったわけだよね、この子たちを。なになになに、あ、なんかネズミかな、すごいでっかいネズミみたいなのが。あ、奥にいるのあれ子供だよな。やっぱ言ってるわここまでおいで。結構遠いよ、少年のところまでたどり着けと。了解です。見られてる間は進んではいけない。うん、そうだね。ただし首は動かしても構わない。うん、前回と一緒ですね。こっちだよ。ただ前回より難しくなってる可能性あるんで、死なないように頑張っていきたいところ。だるまさんが転んだ。よし、ストップ。こっち向いてるよね、まだね。今振り返ったよ。オッケーオッケーオッケー、行くぞ、ゴー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 。ちょっと早めに止まろう、やっぱりね、怖いね暗くてほとんど周りが見えないんだよな。あー危ないね、フェイントみたいなのかけてくるようになったな、やっぱりな。すごい暗いな、ここでもめちゃめちゃ暗い。よっしゃ、ああ、またそれ、それ苦手なんだよ、手出てくんの。いくぞ、飲まれたらアウト。危ない。2年の教室と1年の教室だね。まずこっち向いてる、今です。ああ、何、トリッキー転んだ、やめて。転んだ。
しょ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 、負けねえからな、しゃかがってきやがれや。だるまさんが転んだ。音で聞いていく、音で聞いていく。あいつは見えないけども、ロッカーで見えないけども、いや見えないな。オッケー、今ならいける。だるまさんが転んだ。はい、ストップ。おお、あれ綴られた記憶か。あ、初めて手に入れた。このままでは読めないだって。綴られた記憶ってやつだな、これな。前回取れなかったやつだ。なるほど。だるまさんが転んだ。ストップ。オッケー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 、いいよ。しゃ、あとちょっとだぞ。お前絶対タッチするからな。いくぞ。あ、また融合形態。あった、幼鳥。動かないからな、お前。よしよしよし、今です。行くぞ。あとちょっと、あとちょっと、いけるか。もっと遊ぼうよのパターンか。なんだ、椅子と机がどんどん。ポルターガイスト。何？ねえ、こっち。こっち？こっちだよ。こっち？早く、おいでよ。階段？どこ？え？進める？嘘。奥の奥だった。2階じゃなかった。何その。いや、ぶつかってんのよ、もう。ちょっともうぶつかって。よくできました。えらいえらい言って。あ、やばい、あ、撃っちゃった。あ、痛い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 。お手つきだこれ、初めてやっちゃった。ちなさい。はい、ストップ。よし、ほら危ないよ。すごい、先生が間に合わないよとか言ってる。危ない危ない、急ぐ必要があるなこれ多分。まだこっち向いてる、まだこっち向いてる。ああああ、何？え？一回お手つきしたら終わり。了解だ。肉壁みたい。オッケーオッケーオッケー、やばいな、もう毎回すごいことになる。ストップ。うわー、友達だあれ、友達。行くぞ、横通ります。ストップ。よし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 、だるまさんが。ストップ。ストップ。うわ怖っ、行くぞ、絶対行く。早めに止まる、早めに止まるぞ。危ない危ない、目玉ない。動いたら終わりって言ったよね。動いちゃった動いちゃった。また遊んでね。ああ、もう帰れないか。嘘。ああ。ああ。やば。やば。何このゲーム。疲れる。やば。え、これどうなっちゃうんだ。やられちゃったよ。通知表。あー、結果ね。総合評価。新しいお友達を歓迎します。ずっとみんなで遊びましょうね。うわー。あー、お手つき2回しちゃったよ。危険なチキンレースは、身を滅ぼしますと。まずは基本をしっかりと。あー、やっぱそうだよな。くそー。ちょっと攻めすぎたな、最後。
ということで、どうしようかな。もう一回行こうかな。ちょっともう一回行こう。さあ、ということで第2回戦、とりあえず、このポルターガイストのところまでは、サクッときましたね。こっからが本番だからな。危ねえ危ねえ危ねえよ。演出がどんどん派手になるんで、しっかり音聞いていきます。間に合わないの？これせかしてくるけど。チキンレースはしないようにしよう。オッケーオッケーオッケー、いいよ。お手つきを絶対しない。こっちまで向いてる。まだこっち。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。よし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 、こっからだね。本番はこっから。オッケー、お手つき1回で終了。了解だ。測ってきやがれ。行くぜ。早めに早めに止まる早めに止まる。よし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 、こっち向いてるよね。止まる止まる止まる。オッケーオッケーオッケー、安全第一。早めに止まる早めに止まる。惑わされない、心を強く。よし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 、行くぞ。止まるよ。はい、オッケーオッケーオッケー、いいよ、いい感じ。オッケー止まる、オッケー。あとちょっと、いいよ、進むよ。はい、止まる止まる止まる。よし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 、最高。止まる、早い、早めに来るね。よし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 、あとちょっと、落ち着いてけ。急に来るかもしれないからな、落ち着いてけ。行くぞ、クリアする、俺は絶対クリアする。いけるか。ああ、いけたんかな。おお、あ、でも違うパターン、なんだこれ。おーおーおーおおお、やばいな。いけたんか。でもいけたっぽくね。怖いな。ん、どういうこと、まだ転ぶの。あ、通知表なんか すごい変なとこ出てるけど、ちょっと こっちおいで。通知表、よしよしよし。引き止めてしまってすみません。学校に忘れ物をしていませんか。淡々と進められていましたねと。あ、クリアしたんじゃない、これ。やった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 。あー、いやー、クリアできた。いや、怖かったな。あ、ステージ3つ目出たな。これなんだろう、無残なって書いてあるね。3つ目の出ましたね。ということで今回はここで区切るんですが、続きはまた次回やっていきたいと思います。いや、今回やばかったな。前回よりさらにパワーアップしましたね。あれ、もしかして俺すげえずっと変な方向いてたんじゃない、これね、机の感じからしてマジかよ。まあいいや。ということで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、ということでパート2でした。続いてパート3になります。プレミア公開では生放送のようにリアルタイムでチャットができるので、チャットで意見交換しながら見てみてくださいね。また動画の概要欄に再生リストをまとめています。後日改めて見たい方はそちらもご利用ください。それでは引き続きご覧ください。だるまさんがダンシングトゥナイどうもー、鳥の爪断層等です。今回もホラーセンスだるまさんが転んだ続きの方やっていきたいんですけども、ちょっと残念なお知らせがあります。パート3の、ゲーム映像の録画したファイルがですね、破損しておりまして、完全に読み込むことができないという状態になってしまいました。で、もともとパート3で半分クリア、パート4で完全クリアみたいな内容だったので、そのパート3が丸々なくなるっていう感じなのかな。実写映像だけは生き残ってるので、まずちょっとそちらの方をね
雰囲気だけでも見ていただいて、でもともとパート4として予定していた部分を、今回のこのパートでね、使っていこうかなと思います。いやーもうなんか一生分だるまさんの転んだしたなーって思ってたのに、ね、録画ファイル破損とかも何よりもホラーだわそれが一番まあいいや、ちょっとね、まずは実写映像の方からご覧ください。どうぞ。女の子のなんか進化バージョンとかなのかな、何なんだろう。あ、またいる。おうおうおう、もう待てない、いきなり。何だったら、何だろう。一回でもお手つきしたら終わりだからねのところからスタート。少女のところへたどり着け。あ、なるほど。見られてる間は進んではいけない。そうだね、今までと一緒だよな。今回は首も動かしてはいけない。何それ、開くぞ。何それ。時間がなくなった。嘘、しな、おしまいなの、おしまいなの。うわ、何それ。続けてやろうじゃねえか。今下になんかあるな。あ、これだな。あ、時間延長された。見られてる間は当然首は動かしちゃいけないけど、だるまさんが転んだ言ってる間に綴られた記憶を見つけてくんだな。じゃないとこれ時間が間に合わない設計だわ。なるほどね、いける。時間足んねえなこれ。
いやこれ時間足んないよ。残念、ちょっと待って。あれ、こっからやらせてくれんの。やった。また遊んでね。え、なんでなんでなんで。もう帰れないか。なんでなんでなんで。なんで今のダメなの？よし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 。ネクストステージか。これは喋ることすらできないわ。喋ると首が動く。やばいね。
よしよしよし、クリアしたぞ。来た。しゃー、完璧なプレイだった。もう喋んなかったけど。あー、ようやく会えたね。ようやく会えたね。クリアしたんじゃないこれ。しゃー、ちょっと実写映像の方はね、今ないと思うんですけども、ようやくクリアした。次は君が鬼だよ。新しい友達を連れてきてね。12分21秒。お手つき回数12回。あー、途中でね、かなりやっちゃったもんね。おめでとう。記録更新ですね。これからもその努力をずっと続けてくださいね、と。ナイトメアモードみたいの、クリアしました。うわー、きつかった。一応少年編からなんか、なんて言うんだろう、チェックポイントみたいのがあったから、それでなんとかなった感じだったけど、きつかった。あ、なんかタイトルみたいのがつきましたね。12分21秒、反復の遊戯っていうのが追加されましたね。ということで、これで全部終わりなのかな。とりあえず今回のところは一旦ここで区切りたいと思います。だるまさんが転んだ、えぐいね。こんなに怖いだるまさんが転んだはね、人生で初めてでした。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、ということでパート3でした。続いてパート4、最終回になります。プレミア公開では生放送のようにリアルタイムでチャットができるので、チャットで意見交換しながら見てみてくださいね。また動画の概要欄に再生リストをまとめています。後日改めて見たい方はそちらもご利用ください。それでは引き続きご覧ください。どうもー、鳥の爪団ソトです。今回もホラーセンスだるまさんが転んだやっていきたいんですけども、最近ちょっと俺がハマってるこちらのホラーゲーム、かなりトロフィーの方が集まりまして、前回で、一通りクリアしたかなと思ったんですけども、どうやらこのゲームハッピーエンドがあるみたいです。軽く手記を全部集めていきたいと思います。頑張っていきましょう。もうここまで来たら俺余裕でいけると思うんだよね。頑張っていきましょう。さっき簡単に会いたいよ。子供の声が聞こえない。どうなってんだよ。聞こえた。くそ。やっぱりムービーが長いのよ。スキップさせてくれ。スキップ機能がないのがちょっとこのゲームあれだな。前回かなりコンティニューした時もそうだったんだけど。ねえ。遊んでよ。嘘だろ。遊んで、分かった分かった。遊ぶ遊ぶ。やばい。徴用ユースは。まず1個目から探していこうか。だるまさんが転んだ。どっかでも下いとこかな。あ、落ちてきた、1個目だ。オッケー。9月12日、しゃ、生徒たちは今日も楽しそうに廊下で遊んでいる。なるほど。赴任して1年目、みんな元気で素直、すぐに懐いてくれた。私の子も来年には小学生。今から楽しみ。あー、やっぱりそういうことか。ここに。だるまさんが転んだ。時間制限もないんだもんな。ぬるゲーじゃん、もう。それだな。あ、ゲットゲットゲット。よし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 。9月19日、あの子たちは今日も変わらず元気に遊んでいるのに、私の子もあの子たちと同じように楽しく遊ぶはずだった。あ、なるほどね。なのにどうして私の子だけ死なないといけないのか。あ、やっぱ死んでしまったんだね。それも手記か。この腕の下のやつね、これっぽいよね。あ、よし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 。9月20日、生徒たちの声が聞こえる。うわー、怖いね。耳障りな声。私の気持ちも知らないで遊び続ける生徒たちの声、うるさい。あー、怖ー。先生、あ、あったあったあった、4つ目あったな。今そこの角だな。それそれそれ、今光ってんね、これだ。よし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 。9月21日。うわー、なんだこれ。憎い。うわ、憎い。
うるさい。もう文字じゃない。死んでほしい。やば。死ね死ね死ね。殴り書きだ。あったあったあった。1個目。よし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 。だるまさんが転んだ。はい、転んだんだね。だるまさん、これだ。よしよしよし。2枚目だね。これも前回手に入れたやつかな。あったあったあった。これ3枚目だな。結局4つ目見つかった。あったー、4つ目あったー。よっしゃー、つながった。9月21日。私は何ということをしてしまったのでしょう。おお。殺してしまった。あの子たちを殺してしまった。大好きだった子供たちを殺してしまった。もう一度会えるのならあの子たちに謝りたい。ごめんなさい、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 ごめんなさい。先生も反省してたんだね。これででも4枚集めましたね。これでエンディングがどう変わるのかちょっと見ていきましょう。あ、先生、あ、苦しんでる。だいぶ足長いね。あ、出会えた。謝りたいっつってた先生。先生、やめよ。先生、もうやめよ。泣いてる。結構悲しい話だな。成仏したのかな。あ、すげー。あなたが助けてくれたのね。ハッピーエンドだ。みんなも元に戻ったよ。先生も昔の優しい先生に戻ったわ。戻った。助けてくれてありがとう。俺の友達は殺したよね、あんたら。それは脳幹。来て帰れたの？そうね。じゃあ、あ、まさかの。だるまさんが転んだ。みんなあの世行っちゃってる写真じゃない、あれ。助けたの俺だけど結果的に友人4人も失ってんのよ。マジ？帰れたんかな。すべての思いは紡がれました。見つけてくれてありがとう。もう、友人死んだ説あるよな、普通に。マジで？あとトロフィーの方がね、2つ解放してないのがあったんだけど、ちょっと調べてみたら、この反復の遊戯をリトライせずにクリアっていうのが1個。で、もう1個は、落ちてくる、日記がある、日誌があるんですけども、それを拾わずに、この狂気編をクリアっていう。まあ、直接他のエンディングを見るとかには関係なさそうですね。ということで、こんな感じでね、だるまさんが転んだ、ほぼほぼ完璧クリアと言ってもいいんじゃないでしょうか。いやー、すげー怖いゲームでしたね。やっぱ、和風ホラーって、またちょっと他のものとは違うなっていうのを改めて思いました。そんな作品でしたね。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
ということで、プレミア公開に来てくれた皆さんありがとうございました。VR だるまさんが転んだ、いかがだったでしょうか。まあ、数ある VR ホラーゲームの中でも特にヒットした一作でしたよね。また先日番組に出演させていただいた際にも、このだるまさんが転んだについてのご紹介をしていたので、改めて自分のチャンネルでも振り返る機会を作らせていただきました。過去にはね、他の VR ホラーもいくつか実況してますので、今回のこのだるまさんが転んだの雰囲気が好きだったよっていう方は、こちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。詳細は概要欄の方に貼っておきますね。今後もいろんなホラーゲームや一風変わったホラーゲームなど、どんどん出したいと思ってますので、そういった動画見逃したくないよって方はぜひチャンネル登録して鳥の爪欄に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。おしゃれ、ありがとうございました。